私だって長年の劇団生活にきちんと別れを告げたいもの。土壇場で外されるなんて嫌よ。みんな劇団を家だと思ってるわ。もちろん私だって。はあ、すまない。今回は僕が焦りすぎてた。まずは君の許可を得ないといけなかったね。ひひ、仲直りできたならよかったぜ。公演はきっと大丈夫だ。え、どうかしたか？いや、僕は買い忘れたものがあったのを思い出したから、それでたまたま通りかかっただけさ。わかったわかった、自分で歩くからもう引っ張るなよ。古墳、その皆の衆、元気だったかい？君たちの会話が偶然聞こえてしまってね。ホリーナ、お前帰って休むって言ってなかったか？どうしてこんなとこにいるんだ？それはやっぱりこっちの状況がちょっぴり心配になったんだ。そう、少しだけ。さっき君たちが僕を訪ねてくれた時、僕は自分の主張を表明しようとやや焦ってしまい、厳しめに返してしまった。事情もよく把握してなかったのに、それで後になってちょっと後ろめたい気持ちになったというか。すまなかった、パイモン。ひひ、いいっていいって、全然気にしてなかったぞ。君ってやつは本当に一番答えにくい質問を選んでくるよね。あれだけ厳しく断っておきながらまだ気にしてたなんて、すっごく決まりが悪いだろ。さらに最悪なことに捕まってしまうだなんて。でも何にせよ問題はもう解決したように聞こえたけど。ええ、フリーナ様にお願いすると聞いて最初は本当にびっくりしましたよ。そんな僕たちなんかが本当に共演していいのかってね。そんな風に考える必要はないし、僕をそんな風に呼ぶ必要もない。フリーナでいいよ。さっきも思ったけど、劇団のことをそれほど大切に思っているならどうして解散しなければならないんだい？経済的な理由だけなら解決策はあるはずだ。例えばしばらく公演を中止してスポンサーを探すとか。みんな仲がいいなら力を合わせて困難を乗り越えればいいだろ。まあ、やむを得ないことでなければ私たちだって誰もそんなことは望んでいませんから。団長がいなくなってからというもの、劇団は心の支えを失ったかのようになってしまい、どんどん状況は悪化していきました。団長のアレリーは劇団の創設者であり、連続少女失踪事件の被害者の一人でもあったんです。
え？それも僕がこのお二人を知っていた理由です。君たちの努力のおかげでこの事件の真相は公になった。しかし残念ながら罪人が叱るべき罰を受けたとしても団長が戻ることはありません。彼女はフリーナ様、フリーナさんの忠実な観客でした。あなたが見せたパフォーマンスがきっかけでミュージカルの道を歩んでいたんです。彼女は居場所を失った人や自らの志を実現できずうつうつとしていた人々を説得し劇団に招き入れました。そして自ら台本を書き自ら出演し私たち一人一人を指導してくれました。あの頃は私たちの公演を好んで見てくれる人もたくさんいて劇団もどんどん栄えていきました。